はい、トイレットベビーのオズです。オメです。本日34日目の朝です。タンデム自転車で日本一するカップル、今回は土浦市からディズニーランドへ向かいたいと思います。ここから直線距離では約65キロ、通常1日で行ける距離ですが、私たちはなんと房総半島を一周してディズニーへ向かいます。その距離なんと 415km、 7日間かけて向かいたいと思います。今まで土浦市から香取市、銚子市を巡ってきました。本日はその3日目、銚子市からいすみ市に向かいたいと思います。それでは本編どうぞ。やばい、足とお尻がやばい、激痛なんだけど。お尻やばい、痛すぎる。何これ、70キロも進めないよこんなお尻じゃ。すげえ。今10時で、はい、多分6キロぐらい進んだんかな。いやもうやばい、お尻がやばくて。骨当たるよね。あ、骨当たるよね。あ、またやめたじゃん。行くよ。おめちゃん何？待ってやめて。うんじゃないよ。ゴールデンレトリバー、ラブラドール、柴犬譲れますじゃないよ。行かないよ。いいんだよ、行くよ。もうもめちゃん好きな3匹だね。はい、画面見ていただければお分かりの通り晴れました。晴れました。3日ぶりぐらいです。もう晴れたら晴れたでさ、ああ暑くて嫌だ。12キロ先さ公園あるから、そこで昼寝しよう。いいよ。スタートからですね、20キロ地点で僕たちちょっと疲れたので、お昼休憩兼お昼寝ここでさせていただきます。はい、ということで現在時刻1時31分。やばい、1時間寝ました。そしてですね、ちょっとお昼ご飯に昨日ね突然いただいた小豆、自転車で漕いでたら急に甘いもん必要だから。これあん、あんこ、はい、これね、はい、お付きいただいたんで、とあと昨日この買った食パンですね、を食べたいと思います。2時40分です。今から45キロ先まで行きます。今日はね5時間ということは8時に着きます。休憩入れて9時に着く予定ですね。頑張りましょう。レッツゴー。いいよ。何がいい？なんでそんな猫と、あ、あら、ちょっと怒られてるよ。梅ちゃんとの大切な時間取らないでって。梅ちゃん行くよ。ごめんな、でもナンバーあげるもんないんだ。え、何あれ？いじめられてる、これ完全に。あの右のちょこちょこ歩いてるの誰？ほら、ほら、ほら、ありえない大きさしてる。見て、毛が生えてる。うん。あ、カニだ。なんですかこれは。遠回りです、遠回りです。まあもう Google さんって感じ。はい、ということで現在時刻6時半、進んでる距離あと残り20キロ。コンビニでちょっとご飯を食べて、トイレ行って、スーパーがないのでねコンビニ行きました。あと20キロ頑張ります。はい、もう世の中真っ暗です。夜中になりました。残り10キロでございます。時刻は7時半です。あとちょっと。
34日目約70キロ程度走ることができました。はい、素晴らしすぎる。体もちょっと限界が来てて、まあ2人ともね、お尻とふくらはぎが、私ここなんだけど、太ももがちょっともう限界来てます。もう本当に正直辛いです。ということで、もう今日は、はい、ゆっくり寝ます。はい、今日の動画が良かったなと思う方はグッドボタンと、今後の私たちの旅気になる方、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、絶対成功させると思います。また次の動画も見てください。バイバーイ。やばい、おめちゃんセム側がなくなってる。おとくん頑張って、無事見つかるといいね。どこにあんだろう。あっぶねー、死ぬところだった。いった。おめちゃん怖かったね。一回落ち着きな。手が震えてる。